ああ、見ているだけでほっこりする。モフモフ、モフモフ。近くにいたら絶対顔を埋めて飛び込みたくなるやつだ。あら、たぬきさん、パソコンで何を見ているのかしら。あ、キツネさんも見てみて。モフモフの可愛い動物画像集。あらあら、モフモフ成分たっぷりで癒されるわね。そうでしょ？ストレスだらけの現代社会で、モフモフ成分は必要な栄養素だよね。たぬきさん、ストレスの素の字も日常で感じてないでしょ。でも、モフモフな動物をめでる動画もたまにはいいわね。というわけで今回は、モフモフな動物たちについて紹介するわ。やった！ふわふわなど物事の様子を表す擬態語や、ワンワン、ニャーニャーなど、動物の鳴き声を表す擬音語を、2つ合わせてオノマトペと言うんだけど、モフモフという動物の毛のようなふわふわとした手触りを表す擬態語は、ここ10年ほどで広く定着し、共感を生む新しい言葉として伝わったわね。正確なルーツについては不明だけど、言葉としても興味深いわ。動物だと、綿菓子みたいなふわふわの動物がモフモフって感じだよね。そうね、今回は、そんなモフかわいい動物を紹介していくわ。まず最初に紹介するのは、モフモフの犬よ。お？まさに綿菓子みたいな見た目。モフモフな犬種もいろいろあるけど、私が真っ先に推したいのはこのサモエド。サモエドは、ロシアの寒いシベリアを原産地とする犬種で、体高は約53〜57センチ、体重は約20〜30キロ程度の大型犬。マズルが長く、耳が尖った、シベリアンハスキーなどと同じスピッツ系の体型をしているわ。なんだか不思議な名前の犬種だね。サモエドは、ロシア北部のツンドラ地帯に生息するサモエド族が古くから共生してきた犬種と言われ、3000年にわたって飼育されてきた原始的な犬に近い犬種でもあるのよ。サモエドは、トナカイのバンやカモシカ狩り、ソリ引きなどでサモエド族の生活を支え、とても温厚で遊び好き、フレンドリーな性格をしているため、屋内生活も共にし、寝るときは、寒さに強いモフモフの毛を生かして、暖房代わりになっていたそうよ。こんなモフモフと一緒に寝られるなんて天国なのでは。アーモンド型の目と上向きの口角が微笑んでいるように見える様子が、サモエドスマイルとも呼ばれ、親しみやすい表情で見ているだけで幸せな気分になるわ。当初は、黒や淡い茶色などの毛色のサモエドも存在したんだけど、20世紀初頭、繁殖家の手によって改良が進んだ結果、ペットとして人気の高い白色が主流となり、日本で、戦後爆発的に人気を博した日本スピッツという犬種は、サモエドにジャーマンスピッツを交配して小型化したものだと言われているわ。日本でも、サモエド関連の犬種が人気だったんだね。人懐っこく、飼い主に対して愛情深く接してくれる、社交的な性格をしているから、比較的飼いやすい犬種ではあるけど、体が大きく頑固な一面もあるから、子犬の頃からしっかりと適切なしつけをすれば、人生の良きパートナーになってくれるわよ。次に紹介するのはモフモフの猫よ。猫にも長毛種がいろいろいるけど、今回はサイベリアンフォレストキャットを紹介するわ。なんか大昔に、そんな名前のゲームの実況プレイがニコニコで流行ったような。そうなの。まあそれはともかく、こちらのサイベリアンもロシア出身の猫で、体重は、オスが6〜10キロ、メスは5〜9キロほどで平均寿命は10〜15年程度。毛色のバリエーションは多く、クリーム、ブラウン、グレーにホワイト、チョコレートポイントなど、ロシアでは、シビールスカヤコーシカという、シベリア由来の名前を持っており、ルーツについてははっきりしていないけど、記録は西暦1000年頃から残っており、ペルシャやアンゴラから派生し、長い間、ロシア国内のみで繁殖が行われていたわ。イギリスでは、1871年に行われたショーでも人気を博したものの、長い間、アメリカとロシアの間で冷戦が続いており、80年代まで輸出が規制され、冷戦が終結に向かう90年代にアメリカへ持ち込まれると、その可愛さから一気に広まり、アメリカでも一躍大人気の病種として認められるようになったわ。モフモフが可愛いのは世界共通なんだ。サモエドと同じように、ロシア・シベリアの極寒の地で生きてきたこともあり、一目でわかる特徴的なモフモフの皮毛で、積もった雪原でももろともせず、猫では珍しく水を嫌がらない子も多いそうで、自ら水に飛び込んで魚を捕ることもあるそうよ。丸みを帯びた輪郭と耳、やや上がった目尻を備えており、気品もバッチリよ。この子もモフモフしてみたいけど、やっぱり猫だから逃げられちゃうかな。猫の性格にもよるけど、サイベリアンは犬のような猫と言われるほど人懐っこい性格で、大好きな飼い主に対しては甘えたり、どうすれば遊んでくれるか気を引いたり、
寒い土地で暮らしてきたこともあるせいか、忍耐強く、温和な性格だそうよ。お、それなら僕にもモフモフチャンスが。ただ、それはあくまでも大好きな飼い主にだけであって、仲間だと認めていない相手に対しては、他の猫と同じように知らんぷりするそうね。そんな。次に紹介するのはモフモフのペンギンよ。モフモフな動物といえばペンギンも外せない。でっか。ペンギンの赤ちゃんってこんなにでかかったっけ？ペンギンの赤ちゃんもモフモフで有名だけど、大体の人はこっちのコウテイペンギンの赤ちゃんをイメージすると思うわ。あ、そうそう。ペンギンの赤ちゃんといえばこっちだよね。一方、こっちの大きな赤ちゃんペンギンの親は王様ペンギン。別名キングペンギンとも呼ばれるコウテイペンギンの次に大きいペンギンで、コウテイペンギンの体長は120から130センチだけど、王様ペンギンは体長85から95センチなのよ。え、写真だとどっちもコウテイペンギンにしか見えないんですけど。写真だとわかりづらいけど、頭身やくちばしのサイズなどが微妙に違うわ。南極付近の島々に暮らす彼らはコウテイペンギンにそっくりだけど、ヒナはなぜここまで違うのか。生後5ヶ月程度でも成長に匹敵する体重約15キロ、体長約90センチまで大きくなり、展示している水族館でも中に人が入っているんじゃないかと大きな話題になっているわ。水族館の飼育員によると、綿羽と呼ばれるモフモフの羽で膨らんで見えるのと、羽の生え変わりに備えて体力を蓄えているため大きくなると言われているわ。ということは、羽の中身はもう一回り小さいんだろうね。大人になるまで、夏に蓄えた脂肪を消費しつつ、ヒナ同士で身を寄せ合って寒さと飢えをしのぐため、体の半分以上は胃袋が占めており、ひたすら耐え忍ぶんだけど、冬が明ける頃に体重は半分ほどに、ここまで丸々と太っていたとしても、寒さと絶食で死んでしまうヒナも多いそうなのよ。ここまで蓄えてても死んじゃうなんて、自然は厳しい。次に紹介するのはモフモフのアザラシよ。鼻セレブの箱に乗ってた子だ。アザラシってペンギンと同じで赤ちゃんの頃だけモフモフなんだよね。あら、よく知ってるわね、タヌキさん。この写真はタテゴトアザラシの赤ちゃんなんだけど、タテゴトアザラシは北極海に生息する海生哺乳類で、氷の上で生活し、体長は180から190センチ、体重は120から135キロで、魚類や甲殻類を食べているわ。他にもゴマフアザラシやバイカルアザラシなど、寒い地域に生息しているアザラシの赤ちゃんは、このように若かしのように真っ白で、モフモフの毛並みを持っているんだけど、大人になると、タテゴトアザラシもゴマフアザラシも毛が抜けて、岩のような黒やグレーのまだら模様の体色になるわ。子供の頃に比べると全然可愛くない。どうして赤ちゃんの頃だけ、こんなにモフモフで可愛いの？この白い毛が生えている時期は、生後1ヶ月ほどの短い期間だけ。これは、まだ泳ぎが得意ではない、身動きが取れない時期に天敵に襲われないよう、動かなくても、周りの白い雪景色と同化してバレないように身を守るため。つまり、擬態の役割があってこんな見た目になっているのよ。大人になると、水の中での生活時間が長くなり、長い体毛は泳ぎの邪魔になるため、体毛を捨てて、今度は、地味な岩場の体色に近づくのだと考えられるわ。ほへい、ちゃんと意味があってモフモフなんだ。野生のアザラシの赤ちゃんに近づくのは基本的に NG なんだけど、2020年2月には鳥羽水族館でバイカルアザラシの赤ちゃん2個が生まれ、3月にかけて長期間限定でぬいぐるみのように白くてモフモフの可愛い姿が見られたわ。めちゃくちゃ可愛い。2022年1月の飼育日記では、立派ないたずら大好きで好奇心旺盛な大人の姿を見せてくれたわ。モフモフのあの子はどこへ？次に紹介するのはモフモフのウコッケイよ。モフモフすぎて顔が見えない。これはウコッケイと呼ばれる中国やインドなど東南アジア原産の鶏の品種の一つで、毛で全く見えないけど、皮膚や内臓、骨に至るまで中身は真っ黒なのよ。え？全然そうは見えないんですけど。鶏よりも小柄で肉量も少なく、卵を産む量もほんの少し。普通の鶏が年間250から300個産むのに対して、ウコッケイは年間40個程度。近年では品種改良で年間120から150個程度産むようになったものの、それでも少ないわ。そのためスーパーで卵が並んでも1個500円程度と超高級品になるのよ。え、めっちゃ高いじゃん。それだけ貴重なのに育てているのは何か理由があるの？古くからウコッケイの卵や肉には特別な薬効があると信じられてきて、中国では宮中で
薬膳料理の食材として使われたり、漢方薬の原料にも利用されたそうよ。実際、卵の栄養素は普通の鶏よりも高く、パワーフードと言われ、ビタミン A がうなぎの10倍、ビタミン B2 が牛レバーの 1.5 倍、鉄分はほうれん草の約10倍で、亜鉛、ビタミン E、カルシウムなどもバランスよく含まれており、体内で作られず、魚に多く含まれる DHA や EPA なども摂取できる貴重な食材なのよ。高い理由も納得。日本には17世紀頃やってきて、1942年には天然記念物にも指定されたけど、烏骨鶏には肉膳種と毛膳種があって、顔がはっきり見えるのが肉膳種で、顎の部分も毛に覆われているのが毛膳種と呼ばれているわ。次に紹介するのはモフモフのウサギよ。これはペットとして広く飼われているカイウサギを品種改良したアンゴラウサギね。体重3から4キロで、ウサギの中では中型で、品種にもよるけど10センチにもなる長い毛が特徴よ。え？これもう完全に毛玉じゃん。これも寒い地域に生息していたウサギなのかな？いいえ、アンゴラウサギのルーツについてははっきりとは分かっていないんだけど、もともとは毛が短く、突然変異で長毛のものが生まれ、それを品種改良し続けたもので、世界中でペット人気も高いけど、もともとは毛織物の素材として採毛目的で、独自の品種が作られたわ。だから、アンゴラウサギというのはいろんな品種が存在するのよ。ちなみに、今写真で出しているのはイングリッシュアンゴラね。へえ、他の子もモフモフなの？皮毛の手入れがしやすくすっきりした見た目のフレンチアンゴラ。公認種の中では、2番目に大きな品種ね。1970年代後半、カナダで突然変異で生まれたサテン種にフレンチアンゴラを交配したサテンアンゴラ。公認種の中で、唯一サテンの輝きがある美しい皮毛が特徴ね。そして、公認種で一番大きなアルビノのジャイアントアンゴラ。アメリカで、商業的にたくさん毛が取れるウサギを目指して生み出されたわ。アメリカ産らしいビッグサイズだ。性格は個体差あるものの、おとなしく人懐っこい子が多いそうだけど、どの子も人為的に作り出した生き物で、人が手入れをしなければ延々と毛が伸び続けるから。換毛期は、グルーミングを1日2から3回、それ以外の時期も週に2から3回は必要で、3から4ヶ月に1回は毛をカットしたり、他の品種のウサギより丁寧に手入れが必要なのよ。めんどくさがりにはしんどそう。ちなみに、名前で誤解されがちなんだけど、アンゴラウサギはアンゴラ地方やアンゴラ共和国などとの関連性は一切なくて、トルコのアンカラという土地で毛織物に魅せられた船員がフランスに持ち帰り、それがなまってアンゴラになったのではないかという説もあるそうよ。最後に紹介するのはモフモフの牛よ。こんなリアルマイクラみたいな牛が実在するの？一見するとリアルな 3DCG 作品みたいな牛だけど、これはテキサストルネードと呼ばれるちゃんと実在する品種の牛よ。みんなは牛といえば乳牛で有名な白と黒のホルスタイン種や茶色のジャージー種を想像するけど、牛の中にはシルエットや毛並みの美しさを競う品評会向けの鑑賞用品種も存在するわ。確かにこんな牛が歩いてたら見とれちゃうのも納得。でも牛の品評会って何なの？海外では牛をいかに可愛く、かっこよく、美しく見せるかのショーが行われていて、この写真は長毛の牛を美しくトリミングしたものね。いいな、僕もそのショーの審査員になりたいな。せめて一目見たいんだけど、日本で見られる場所はないの？アメリカの一部地域でペット目的で品種改良されたものだから日本にはいないでしょうね。ただ種牛も取引されているみたいだから、いろんな条件を満たせば買えるかもしれないわね。え、それならお金を貯めて買っちゃおうかな。日本円で400万円ぐらいするみたいよ。モフモフをめでる道のりは遠い。変な生き物チャンネル。以上がモフモフな動物たちについての紹介よ。モフモフ成分を摂取して肌年齢10歳は若返った気がするよ。モフモフにそんな効果あるわけないでしょ。でもたまにはこうして可愛い生き物をただただめでる動画もいいわね。さすがにペンギンとかアザラシの赤ちゃんもふるのは無理だけど、モフモフの犬とか猫飼ってる人は毎日もふれて羨ましいな。僕も毎日もふれる生き物を飼ってみようかな。いや、タヌキさん面倒くさがりだからダメでしょ。というか、モフモフなら自分の耳と尻尾もふればいいじゃないの。あ。というわけで今日の動画はここまで。次の動画もぜひ見てね。
勝手に閉めないでちょうだいよ。